ベルビューはアメリカ合衆国テネシー州ナッシュビルのダウンタウンから週間高速道路40号線で南西に約13マイルの非法人地域、デイビッドソン郡ナッシュビルメトロの管轄内にある。1950年代、ベルビューは農場近くのハーパス川及び鉄道線路沿いの小さなコミュニティであった。当時の建物は金物店、郵便局、 フリーメイソン協会などのみであった。1970年代後期、公外化によりアメリカ合衆国郵便公社は、ベルビュー郵便局を公式に、ナッシュビル郵便局の主局とした。なお当時のスペルは、L の後に、E のない、ベルビューであった2000年頃から、修道100号線のほか、オールドヒッコリー通りと、幹線道路7十号線南の通り沿いが発展し、人口が増えていった。 70号線と40号線のインターチェンジ付近、70号線とオールドヒッコリー通りの交差点付近、ハーリング通りと100号線の交差点付近の3カ所が商店街として発展した。緑が豊富で、ハイキングやサイクリング用の舗装、または未舗装の道路があるワーナーパークのほか、アラバマ州及びミシシッピ州にわたるナッチェストレースパークウェイのスタート地点となっている。 1990年に開業したショッピングモールのベルビューセンターはシアーズを残しすべてが閉店した。2007年12月10日、ベルビューデベロップメント社が買収し、複合施設建設の再開発を行うこととなった。ベルビューセンター本館にはシアーズがまだ入居しており、姿勢の同意を得たが未だに今後の建設の看板が出ていない。 現在インランドウエスタン不動産新宅がこのモールを所有している。2010年5月2日、ベルビューはハーパス側の氾濫により記録的な被害を受けた。何千もの邸宅やコンドミニアムが浸水し、数名が溺れた。特にコンドミニアムのリバープランテーションが大きな被害を受けた。2000年の国勢調査によると、14,807世帯に3 7 6 2名が、 住んでいる。一世帯平均2.5名が住んでいる。1990年、25歳以上の76%が高卒以上であった。平均収入は4万328ドルであった。第二次世界大戦中、移動図書館がベルビューに来ていた。1984年、ベルビューコミュニティセンターの施設が建てられ、2月15日、ベルビュー公立図書館が開業した。 2015年1月、新たな図書館に改築され開業した。ザ・レッド・カブース・オブ・ベルビュー・パーク。ベルビュー・パークは、ベルビュー公立図書館隣のベルビュー中学校向かいのコリス・ジャンヌ・ドールに位置する。ナッシュビルメトロ公園局が管理している。赤い車唱車があることから、レッド・カブース・パークと呼ばれるようになった。公園局はさらに、ログキャビンを建てた。 散歩やジョギングに適した歩道や、1996年、ベルビューバイセン手にあるセレブレーションの一環で、地域ボランティアに建てられた遊具などがある。毎年ベルビューコミュニティピクニックが行われ、2万人が訪れる。ありがとうございます。